これが今赤泥でちょっと書いてきてるですね。中で、無双国士が座禅を組んだって、あの中で生活したのね。非常にもうね、素朴なこの建物の感じで、禅寺であると、石庭である。動物をくるめいて、このままでもやらない、ここにもあるね。瑞泉寺の境内全体ではだいたい100本ないけど100本ぐらいという話ですね。そして注目はこちらです。こちらに石仏がずらっと並んでますね。これが今これはね、解析中というか、解析だ。だからこの逆光の中で勾配、白梅を見ると非常に綺麗に見えますね。こちらが撮影したわけかな。ここは全山梅のほぼ満開の梅の、これは見えてるね。この御門は駐車場の方だな。壺は 6.7 だ。勾配が綺麗だね。おお、これは見事だな。これは見事だ。
いいね、これは。これは何？本当は、こっちに、あ、それこそ、手動もできるでしょ。手動もできるんで、手動もできる。いや、これ、目がない。だからね、時には、ここやりたいときに、ただここに合わせて、これはなんだろうね。うん、あそこに立派な灯籠があるな。これがいいね。